せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい。今日は、はい。ボキボキって言って。いや、もうね。なんなのよ。あれだったの。うん。匂わせたいの、俺は。匂わせたいの？そう、じゃ、ちげえよ。そっちじゃなくって。あのさ、ツイッターとか、うん、インスタ、まあ、インスタのストーリーとか、うん、投稿も全部、まあ、LINE とかも全部含めて、うん、ちょろっと映る恋の噂。的なやつを、はいはい、したかった。したかったの、俺は。どうぞどうぞ。いやいやもう、もしかして、この人たち付き合ってんじゃないの？あ、なるほどね。匂わせってそういうことなのね。そういうこと、そういうこと。公表はしてないけれども、うん、ちょっと、その雰囲気を、チラッと出して、そうそう。ああ、なるほどね。実は付き合ってました、うん、みたいな関係がいそうな、はい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 、本当は。はいはい。そしたらさ、まあ見てる方たちも、うん、もしかして。ああ、あ、そっか。ここ、ここと、ここと、みたいな。ああ、おいしたかったんだよ、俺は。楽しそう。そう、俺はそういうのが違うんだよ。だから、もうね、相手がいる状態ですから。まあそうね、うん。できないと。できないし、うん、今更したところで。まあそうね。もうバレてるもん、ね。バレてますから、うんうん。で、したいなって思ったの。うん。もうちょっとね、俺、いろいろ検索してきたの。そう、探してきたの。うん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 、こういう匂わせあるなっていう。へぇー。これ絶対付き合ってんだろ、みたいな。うんうんうん。の妄想でもいいから、うんうんうん、ちょっと体感したいなと思って。あ、なるほどね。なので今日は、うん、匂わせあるあるをしたいと思います。よっ、ひょにょ。そんなにあるあるがあるんだね、匂わせるってことに。うん。そうなの。だからまあとりあえずいろいろ見ていこうかなと思います、うんうん、教えてもらおうじゃない、匂わせについて、うん、まず、はい、これよくあるなっていうやつがあって、うんうんうん、まずそっからね、うん、教えて、うん、まず、うん、これ多分最初みんなやるような、う、まあ、大体やるな、大体やるやつ、おうおう、なになに、ね、うん、インスタの投稿の文章縦読み、インスタの投稿の文章縦読み、そう、だからインスタってさ横で書くじゃない、うん、そうだね、本当は縦で読んだら、あ、愛してるみたいな、なるほどね、あいうえお作文的な感じね、そうそうそうなんだけど、あ、明日、あ、まあまあまあそうだね、例えやるといいなとか、まあまあまあそうそうなんだけど、そう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 なんだ、まあ横に大体普通に読むけどね、そう、あ、実はあの隠れてるよみたいな、隠れてたんだ、ああ。いる？いや、これはもうよくある、よくある、よくある。気づいてないだけかな？気づいてないの？気づいてないかもしれない。もう俺、あれだよ、もう今日からインスタ縦読みしちゃうよ、全部。縦読みして。まさか。文章になってるみたいな。そうそうそう。だからもう。その、愛してるとかそういうやつだけなのかな、うん、なんか相手の名前入れたりとかするのか、翔太とかさ。あ、あると思うよ。ああ。あると思います。翔太難しいよね。ああ、小さいよから始める。そうだね。ああ、そういうのがあるんだ。そういうのがあるんだよ。面白。ちょっと探してみよう。そうなの。ね。ちょっとみんな書いて。書き、そう。匂わせる。確かに。匂わせる。もうこの動画が終わった後に、ツイッターとか、ちょっと検索してみてさ。匂わせ。そうそう。みんな縦で書き始める。ああ、匂わせてんなー。みんな、みんな縦で書き始める。終了。あとは、うん、あとは ?LINE のステータスメッセージ、うん、メッセージ書くところ、うんうんうん、が記念日にしがち。絶対ある。だいたい、え、これ、いつのみたいなさ。うんうん。多分、生まれた日とかじゃないのよ。あー、なるほどね。誕生日とかそういう日じゃなくて。そうそうそう。なんかの記念日なんだ。あー、勘がいい人は、あ、何かあったな。そうそうそう。この日何かあったな、みたいな。そうそうそう。とか、うん。あと、相手の誕生日とか。あー、そう。自分じゃないんだよ。匂わせてんね。自分じゃないんだよ、うん。相手の誕生日。なるほどね。注意して。本当に注意して。これは良くない。匂わせてる。良くないんだ。だよこれは。よくないの？よくない。絶対気づかないの？ほんと？うん。なんか面白いのあった？そうだね。うん。まあ、教えてください。恋愛したら、うん、やたらと、うん、LINE ミュージックがバックナンバー。ひょにょ。いや、やたらとバックナンバーなんだよ。そうなんだ。やたらと、ほんとに。へぇー。だいたいバックナンバー流すね。そうなんだ。そうそうそう、バックナンバーの曲いいもんね。そう。で、だいたい淡い恋愛の話とかさ、あー。そういうの
もううまいんだよな。うまいんだよバックナンバー。そっち。いやうまい、うまいんす。みんなしがちだよね。ああそうなんだ。そう。そう。じゃあバックナンバーをその LINE ミュージックに登録してる人は恋してんなってこと。もう危ない。ああ危ない。危ない。もうそうなんだ。そう。もう恋愛しちゃってるし匂わせちゃってるしみたいな感じ。いやそうだね。私今恋してますっていうのをアピールしてる。そう、アピールしてるけど、こうだから匂わせてんの。あ、なちょっと言ったら恥ずかしいし、本当はね、気づいて、そろそろみたいなとこはあると思う。気づいてほしいんだ。気づいてほしいんだ。あ、なるほどね。でもなんかもうね、ちょっとそこ言うのはちょっとまだいろいろね。いろいろあんだよ。きっといろいろあるんだよ、その子なりにね。公にはできないけど、気づいてほしいなっていう。してよって思う。いや、してよって思う。俺は。終了。インスタのストーリーで。うん。うん。LINE のアイコンだけが塗りつぶされている通話画面。インスタのストーリーで、例えばさ、LINE のアイコンだけ塗りつぶされてて、で、電話の通知のところだけが、あの、写真でバーって載せてられてて、ああ、そうなんだ。やたらと、あれなの、時間がもう9時間とかさ、平気に、いやいや、もう、あって。いやいや、もう、その時間あんなら、あってきて、って思うの。なんか、やたらと、え、こんなに喋れる。9時間あったら、会いに行けば。そう、やたらと長い。ああ。もう、そう、会いに行けばいいじゃん、みたいな。ああ、なるほどね。そういうのアップしてる人がいるんだ。いるね。ああ。で、楽しかった。とか言わせんねん。そうなんだ。いや、会えよって思う。知らなかった。そんなのがあるんだ。なるほどね。そう。まあでもね。会いに行ってもらっていいですか。そうなの。うん、やたらといいんだよな、そういう人たち。え、今まで翔ちゃんはさ、匂わせとかしたことあるの？匂わせねー。あるかもしれないな。あるんだ。うん。なんかバックナンバーにしたりしたの？バックナンバーはしてないけど。ひょうにょ。なんか、楽しかったとか言って。ああ、つぶやく。そう。いやいや、何がみたいな。ああ、確かにね。うん。はしてた。ちょっと気になるよね。そう。いや、言って、もうって感じ。どうしたって言われたいんだけど。言われた街。ああ、そういう時に限ってスルーされるんですよ。そう。大体スルーされる。そうなの。なんかないそういうの。ないな。本当？ないな。匂わせることあるかな。うん。わかんない。でも俺がたまにインスタとかでさ、何もない日、幸せな一日とか投稿したりするじゃん。あれは匂わせなのかな？他愛のない幸せな一日。あ、だからさ、こうやって、顔映したらもう匂わせじゃないの。ああ、まあそうね。そしたら違うか。だってうちら絶対なんか、顔出しちゃうもんね。そうだね。だから。それは匂わせじゃないのか。あ、わかった。あれ、ああいうの？なんか、俺じゃないけどさ、なんか一人で、ご飯食べてる風に見せかけて、実は、食器が二人もあったりとか。うわ、よくいるわ。そういうことでしょ、匂わせの写真って。よく見るわ。いや、誰って言っていいのかわかんないけど、多分言われたいんだよな、きっと。言われたいんだよね、きっと。ね。で、YouTuber さんでさ、たまにさ、基本的に自分しか映ってない動画をさ、アップしてる方で、なんか、ご飯を食べるシーンとかがあって、一人で映ってるのに謎にさ、もう一人分食器が準備されてたりとかさ、料理が、なんか二つ皿、同じやつ、乗ってるやつが映ってたりするとさ、そう。彼女さん？そう。あったじゃん。うん。あったよね。あった。でも言いたかった言いたかったんだよ。ちょっといるんだよな。そういう。何を忘れてる？でももう今は普通に付き合ってるっていう。そうね、公表してるからね。うん。そう。当時言いたかったわ。言ってなかったよね、その時ね、多分。言ってなかった。うん。まあちょっとそれはね、名前は控えるけど。うん。そう。それ言えないんだけど、ちょっとね、まあそういうことも言いたかった。やっぱ本人としては言いたかったのかな。言いたかったでしょ。だってそもそも、じゃなきゃ、二人分なんて載せないでしょ。そうだよね。徹底してたら多分一人の。そうだよね。そう。隠すよ。ちょっとあえてチラッと見せるのがなんか、コメント欄とかで、あと一人はどれですかみたいな。確かにね。言いたかったわ。言いたかったのそれは。見てる人に。ああいや、知ってるよ。あ、そういうこと、ね、知ってんのよ、本当は。知ってるんだよって。うん、それ言えなかったっ、ね。言えなかった。うん。匂わせね。そうね。あと、インスタのストーリーで、旅行の感想文を書きがち。
で、ここで何が伝えたいかというと、うん、ストーリーが24時間で見られなくなる。うんうんうん、そうね、うん。っていうのが、ミソ。これ、そう。投稿で書けばいいじゃんって話じゃん。ああ、まあ確かにね。だけど、うん、ストーリーであえて、長文で、うん、あれは楽しかったとか書くのがちょっとバレないんじゃないの、うん、みたいな。そう、いやいやいや、見てるよ、ちゃんと。ちゃんと見てるよ。と思って、こうやって。広げて。そう。こうやって見てるからね。携帯の画面を広くしてる。そうそう。めっちゃ見てるから。ほんと気をつけて。見られてるよ。そう。もう少なくとも俺らがフォローしてる人たちは気をつけて。全部見てるからね。本当に。そうなんだ。そこまで見てんの？そう。面白い。っていうのを、うん、俺はしたかった。ああ、したかった。でもあれでしょ？実は、やってたんでしょ？何が？匂わせ。いつ？ここ一週間以内の、インスタやらツイッターの投稿で匂わせやってたんでしょ？やってないっす。どういうこと？どういうことよ。なんかもう、やってる風に差し向けようと。やってないんだよ。あれ？やってなかったっけ？やってないよ。ああ、やってなかった。やってたとか言ったらさ、みんながすぐ過去を遡ってさ、確かに探すかなと思って。そういうこと。そうそうそう、うん。やってないんだ。やってないっす。面白くないな。そうだね。やっといてよ。ひょにょ。はい。はい、というわけで。というわけで、はい、今回はですね、匂わせあるあるをお話ししてまいりました。イエス。うん。いや、俺匂わせについてはよく知らなかったからさ、うん、あ、こういう感じなのねっていうのが分かった。ほんと気をつけて。気をつけよう。ほんと気をつけてみんな。はい、気をつけます。すぐ見える。すぐ分かるからね。その点やめなさい。匂わせてんなーって思ったらね、うん、ちょっとコメント欄に。書いていただけると。はい。オッケー。わかんないよ。はい。というわけで、うん、今回の動画はここまでにしたいと思います。はい、気に入っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。